今日は腰に加えて、まあ、膝が痛くてさ。なんかひねったかな。だんだん痛みが増してきちゃった。何かやらかした覚えはないんだよね。全然ないの。ただ単に低気圧が来てどうのこうのっていうやつでもないみたい。あら、ちょっとなコキコキ言ってんな。ちょっと待てよ。ちょっとコキンコキンつってるな。なんか痛めたのかもしんないな、膝の中。これは冷やさないようにしないとダメだな。うん、ちょいと治療が必要だ。今日はね、この格好だと肌寒いぐらい。ここで寝転がってたらちょっとさ寒いぐらいだった。外の気温もそんなに上がってなかったかな。ただチャリンコで外出た時はなんか暑いかなと思ったんだよね。うんうん。たくらっちゃった。今つけたばっかりだ。なんかすごい音してるな。うん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 。さあ、今日はこれぐらいにして帰ります。結構これ回してたんだよ、寝てる間。いやーね、止めるの忘れちゃった。30分近く回してたんじゃないかな。全部早回しね。ここで歌ってしょうがないな、先に流れるからさ。いや、先にこれ流そうかね。一番最後のクリップを先にくっつける。スマートムービーは時間列にのっとって全部くっつけていくんですよ。たまにこうやってパンってやったりするのね。誰でもできるよ、スマートムービー。こういうカメラが一番楽ですよ、本当に。こうでかいの買っちゃうともう大変だから、覚えるのも大変だしね。君だったらちょっと中身覚えて、もうこんなもんでいいやってパッて決めちゃえば、あとはピコピコスタートストップするだけですから。ちょっとちょっと。それでは今日の分これから始まりますってね、一番最後のクリップでこれから始まりますって言うんですよ。これなんでこうなるかっていうと、ここで何を撮るか決めてないんですよ。最初からこれ撮るぞって意気込みで来てないから、なんとかして自分をここへ来るように仕向けてる。そうしないと本当デブションになっちゃうと良くないからさ、ちょっとでも外へ出てリフレッシュしないとよろしくないでございます。人間はここ本当にあの鳥爺さえいなければいいフィールドでございます。
近くで拙者のムービー見た人は来てみるといいよ。一緒にここでまったりしましょうや。まったりんこ。では、ああ終わりじゃないな、これから始まります。はい、どうぞ。今日の分です、どうぞ。はい。あ、大丈夫だね。水平取ってなかった。今日はなんだろう、すごく静かなんだよね。気持ち悪いぐらい。ピッコロピッコロもいないし。トランペットもいないし。静か。ここでないとな。これ静かな日はね、鳥さん飛んでくるよ。バタバタバタって。ここにいると、ここでおとなしくしてるとね、バタ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 ってしてる。別に狙う気ないんだけどね。夕方になるとフクロウさんが鳴き始めるの。このね、こっち側に杉の林になってるの。結構高いんだよね。その高い上の方にいるんだよ、多分。わかんない、どこにいるんだか。捉えられないの。バサバサって、ほら、羽ばたいてくれるとわかるけど。そういうことってあまり動かないんだね、あれ。この辺にいるのはアオバズクだって、アオバズク。尺字で確認されてるね。ここでも確認されてるんだけど、名前が、書いてないの。わかんないのかな。ここで撮ったやつじゃないのかな。わかんないよ。ここで撮ったなんて証拠残せないしな。どっか山行ってる。適当に取ってきて、ここで鳥見つけましたとかね、ほざいてるじいさんがいるか、いたりしてな、やりかねないよ。ここ1週間ぐらい晴れた日はここ来てるんだよ、なるべく外出て、ほらリフレッシュしないとよろしくないからさ。ここで寝てるんだよ。またサンドイッチな、作って水分もいっぱい取って。ほんと静かで気持ち悪い今日。人もあまり通らないし、何なんじゃ。すごく落ち着く場所だからさ、ここは。都内の公園でほら。寝っ転がれる、寝られるなんてとこちょっとないんじゃないか。この公園でもここだけだからね、ここだけ。このもみじ亭って名前がついてんだけど、ここだけほんと静かなんだよ。あの鳥爺がいなければ静かなのよ。逆に、逆にな。鳥狙ってるくせにうるさいからね、二人になるともうなんかブチャ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 喋っててさ、
何なんだこいつらでも。また言ってるよ。自分たちそんなのね、ここね、これ以上中入っちゃいけませんとかね、書いてあって今消されてるけど、ここまだ少し残ってるな。中入って撮ってる人間に文句垂れるっつうんだよ。考えられるかそんなの。たまにここで撮ってるとほら、でっかい三脚でこうやって触覚ついて現れるじっちゃんがいるだろ、あれなんだ。動き見てるとね、滑稽だよ。わさ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 って。みんなで動くの。わさ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 。一人だとおとなしいの。うん。集まるとね、やかましいの。みんなそんなもんか。あ、足がしびれちゃった。しびれてんのはこれ、背骨から来てるからね。少し体をなんかね、預けないとなんね。だからここ寝るのが一番いいんですよ。一番いいの。この椅子でも背中が丸まっちゃってるでしょ。だから とりあえず半分ぐらい体重預けてる感じね。ね。少し体伸ばすかな、ここで。板がさ、こっちこっちっとデコボコしてんだよ。ちょっとポジション考えないとなんねえな。な、よ、こんなもんで、はい、こんなもんで、はい。おやすみくさい。あ、これが邪魔だね。うん。
どこの言葉だ、おしっこしたくなってきたな。行くか。トイレ行きたくなりましたのでお片付けです。さあ何分でお片付けできるでしょうか。はじめ。この袋があんま良くないんだよな、まんまの。これで、はい、余計なものがあるからちょっと時間かかるね。で、はい、これ袋どこ行っちゃったっけ？袋どこ行っちゃった？いた。あれ。ほい。手首のね、前あそこですっ転んだ時にダメージ食らったんだよな。捻挫、ひびまでいってる可能性もあるんだよ。あ、治らないに痛いんだよこれ。困ったもんです。
雲。ニーちゃんポステッカー、うん、こうもちょっと手ひねるとね、食えると痛くて力入んねえんだあんまり。ヘッチラホ、ヘッチラホのヘッチラホで、こちらヘッチラホ、クリアの独自でよ。ちょいっと、こいつはペタン、ほらマグネットペタン、ここじゃねえな、こっちだ、こっち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 、はいっと、でここで引っ掛けてギュッてやったから、あ、君がいるんだよまだな、君がまだいるんだよな。どうしようか、どうしようか、こいつをくっつけて、ちょっと余計なことやってやったな、時間食っちゃうよ、ギューッて、グーチ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 、で爪は、爪はこうやって外して、こっちから外すと外れるかな、力を外すとなんとかなった、クイツを外してぺこりん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 ぽんぽりん、いて、これはこっち回す、こっち回してチュンチュリンチュンチュリン、まだこっち見てる、いやここでいいや、適当、ちょっと曲がってるけどな、よ、伸ばす、ちょちょ、面白いだろ、しまうのに伸ばすんだぜ、ほい、キャーキャーキャー、固く締めたからね、もう硬いんです、まあいいや、はい終了、何分でしょ、今手上げたら止まっちゃったな、何分だったろう、見えなかった、トイレさ行きましょう、トイレットさ行きましょう、これくるくるりん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 回して、くるりん回して、こっち向いて、こっち向いて、まっすぐして、まっすぐして、まっすぐして、止めて、はい、トイレさ行きます、その真正面がトイレ、真っ正面がトイレです、グリン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 、トイレ行くよ、クルシャンナーショー、はい、トイレ見えたでしょ、トイレも近いからさ、曲がってる、はい、これでまっすぐが、てん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 、今の鳥 G だね、鳥 G、 鳥 G、
電気つけて。ちょん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 、ちょこちょちょんちょんちょん。いっ、おりゃりゃぶつかった、あらららぶつかった。チッチ終わり。あ、電気。電気消して、はい。よいしょ。あそこで狙ってんだ。ここで狙ってました。この奥で、この奥でね、この真正面、あそこで狙ったってね、ちゃんと飛べやしないんですよ。それがなぜわからないのかなって。やはりここがいいな。ここが一番のんびりできていいな。いやな、腰調子悪いんだ。あんまりね、動いちゃいかんのよ。本当は動かないと欲はないしな。はい。また枕出してる。最初に枕を出してるね。何やってんだろうな。なんか椅子みたいの積んでるんだよ。あれも鳥爺かな。鳥爺臭いな。どうちょろどうちょろしてる。ジョン。なんだ、結局寝るんかい。正直言ってあんまり動きたくねえんだ。痛えんだ。イディ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 なのよ。イディ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 だからさ。よっ。何するにしてもここを使うでしょ。無理は禁物でござんす。こんなしてカメラ持ってさ、ほげーと撮ってる。一番いいよ、ほんと。よいしょ。腕上げたかったらここいらっしゃい。よっかいしょ。この機材見るだけだって勉強になるからな。一応一流の機材使ってるからさ。あ、いて、いて。あ、これ反転です。やべ。いつの間にかこれ反転になった。やだね。燃えちゃうよ、足が。もんだってダメだからな。骨だからさ。骨だからこれボキボキになってやるもんなら、再起不能になる恐れがあるからな。そんなことやっちゃダメなんだよ。せいぜい様子見ながらこうやって、ストレッチ、ストレッチならぬチョイストレッチな。キュ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 。痛くなる前にやめなきゃなる。あ、ダメだよ。今日、なんか。こっちちょっとひねっただけでも、ういっ、ういっ、
チャリに乗ってくるでしょ、うん、もう乗ってきた状態で分かるんだよね。内臓を横隔膜でヒュッて上げるわけよ。下に落ちてるでしょ、それをフッて上げとくの。上げた状態で焦がないと痛いんだよ。これ抜いてウェッてやって焦ごうとするとグッて痛くなるからさ、もうそれギューッて上げた状態で、もうそれだけでリハビリだから、結構これ横隔膜で上げたままチャリに漕いでくるってね、大変なのよ。見た目何にも分かんないだろうけど、ギュッギュッギュッダメだこれ。これね、怖いの、こういう寝っ転がったり起き上がったりするときに一番危険は危険なのよ。だから必ずこうやって補助かけながらどこしょってやらないと、ここ板の間でしょ、だゴリってやっちゃうとアウトだからさ、そうならないようにポジション見ながらよ。暮らせませんって、これ薄いマット引いても同じだからね、ブキッてやったら終わりだから、ゆっくりね下ろすという、あまりこう背骨曲げないようにして、背骨曲げて普通はコロコロっていけるじゃない、それができないから背骨曲げない状態でこうやってゆっくり下ろしてくる。それも結構大変よ、腹筋ギャーって締め付けてね、多分結構腹圧かかってると思うんだよ、こう起き上がったりするとき相当に腹圧かけてるね。腹圧かけすぎても痛いんしな。いや、かしこんな風にならないように、うん、実技編、体のバランスの取り方、こっちの方が重要ですよ。他の人の映像を見てるとすげえひでえ格好して撮ってるもんな、カメラ持ってさ。ダメだよそれって言ってやらなきゃなんないんだよ。拙者のような人間がな、言ってやらなきゃなんないんだよ。本当言うこと聞かねえしな、みんな何言ってんだぐらいで、後でバカ見んのはてめえだからよ。それではまた少し居眠りこきます。今日はカメラさん言うことを聞いててくれます。うん、お調子が悪いもんで、あまり動き回らん方が良さそう。だから結構寝てました。今日は静かだよ、ほんと静か。うるさいガヤも現れないし、あらら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 らスパスパになってたのを自分で削ったんですよ、グーグーグーって。で、隙間が空いてるもんだから刺しすせそうがね、あとなんだ、もういい、もしあらら、ストップ。歯の話続き、さしすせそうと、なんだろうここ、歯皮膚へほはあんまり関係ねえか、シュッてなっちゃうのね、気をつけねえと。ナナンでございます、スッてなっちゃうの。
こういう発音だとすごく拾うんだね。スッて、シッて、この音。気をつけないとなんないでございます。ス、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 抜けてんだよ、やっぱね、ここ。歯がないと。ス、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 ス。隙間が大きくなってる分。ス、ス、ス、ス。こっち側に抜くか。ス。こっち側に抜くと、ス、こうなっちゃうから。ス、ス。何を言ってんだろ。広角16ミリだとちっちゃいでしょ。おじいちゃんちっちゃいでしょ。どんどんでっかくなるんだよこれ。ほら。ガーッとでっかくなるでしょ。ね。ガーッとでっかくなるでしょ。離れとちっちゃいでしょ。これも音声でストップスタートできるといいんだよな。そしたら楽だよ。あっちのちっちゃいカメラできるのにさ、これできないんだよ。腰がおぼつかないもんだから、この疑似現場撮影、疑似、疑似なんだ、フェイクス、フェイク、なんて言えばいいんだ、フェイクギンブルショット、言葉通じてるでしょうか。脳の前ができない、腰が痛いから。これは立ち止まって撮ってるよ。動きます。ダメだ、上下が出ちゃうわ。上下を消す。あらら、映っちゃった。みょっ、てて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 、ズバー、ドバン。ダメだね、バックは。さらに危ないね。ひっくり返りそうだね。高い高い、はい、高い高い。シュッ。鳥爺が来ちまって、うるさくてしょうがねえ。ベラ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 、たが女の腐ったみてえによ。ベラ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 喋りやがった。ブレにも程があるよな、本当によ。ずっとくっちゃぶってやがるからよ。ああ帰るかな、もううるせえから。どれ、あ、出て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 、踏んじゃったあ、ちょうど来るねこれはは、来てるね。聞こえたろ、うるせえのよ。ほんと集中できないから、あらベラ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 喋られると。最低最低。スタップレコーディング止まらないっちゅん。あ、リモート持ってくか。リモート持ってきようか。ほんとうるせえ。つながるかいな。おい、おい、つながったつながった。よっこしょ、話しょ。一
ストピ。飲み屋じゃねえんだからさ、バカでかい声でベラ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 、お前ダメだ、集中できんわ全然。こっそら耳がいいもんでね、あー腹立つ。あーうるさかった。ジジイが二人になるって、まあ、女の腐ったみたいにビル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 、ハハハハ、キモい。くだらねえ話してんだよな、全部聞こえてるからな。今度撮ってやるわ、これで黙って。あの人はどうだろうこうだろうとかな、いや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 、この静寂がね、台無し。イラーッとしてきた。ほんとに。最低よ。こうやってカメラ構えてなんかやってるでしょ。こう構いなしで始めるからね、これ。ベラ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 。少し離れたとこからでかい声で、ね、うるせんだよ、って言ってた。カメラーって。ただなんかいなくなったよ。少し静かになって、それまでギャスかピースかされてた。人がさ、おとなしくこうやってたたずんでたらさ、遠慮するよな、普通だ。ダメ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 。